すする TV ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、相変わらずツバメ系背脂煮干しラーメンいただいておりますということで、本日はこちらです。ドン。新潟県三条市北三条駅から徒歩8分くらいのところにあります中華亭さんにお邪魔してます。こちら中華亭さんは今回の三条市の中華亭、そしてツバメ市、さらに新潟市内にも店舗があるんですけど、新潟市の店舗の方は去年の夏惜しまれつつ閉店してしまいまして、現在は三条市とツバメ市のみが営業しているツバメ系背脂煮干しラーメンの老舗名店です。後ほど調べたところ、ツバメ市の中華亭が元祖らしく、そちらで修行された方が先日アップした憩い食堂さんを立ち上げ、その憩い食堂で修行された店主さんがこの中華亭を出店したみたいです。憩い食堂と三条の中華亭、そしてね、もう一軒人気店があるんですけど、こちらが龍華亭ってお店で、この3軒の店主さんはなんとみんな兄弟だったらしく、現在もその先代の3兄弟の DNA を受け継いだ3軒営業してるみたいです。ツバメ系背脂煮干しラーメンというベースは同じではあるんですけど、いろんなお店で食べ比べてみるとやはり違いがありまして、各店の個性を楽しむのもやはりご当地ラーメンの面白いところの一つということで、本日も再び大油で注文しちゃいましょう。レッツゴー。ずるずるどうもすするです。引き続きね、新潟県の方来てるんですけども、本日行こうとしているお店がですね、中華亭というお店で、この中華亭ってお店が三条市にもあるし、燕市にもあるみたいなんですよ。でその燕市の方が元祖らしいです。でも今回行こうとしてるのは三条市の方の中華亭、燕市の方の中華亭で修行された店主さんが、憩い食堂で独立して立ち上げたらしいですね。事前情報だったね、この三条の、今回行こうとしてるね、中華亭の方が元祖みたいな話だったんですけども、なんか調べたらそうじゃないみたいですね。そしてこの謎のねスーパーリオンドールっていうね、なんだろう、ローカルスーパーなのかな、ちょっと僕初めて見ましたね、このスーパーは。いろんな地方行くんで、結構いろんななんかご当地スーパーとか、なんかローカルチェーンみたいないろいろ見るんですけど、リオンドール初めて見たかもしれない。あれはスーパーですよね。あ、スーパーみたいです。地元の方に聞いたんですけど、スーパーらしいですね。いい名前ですね。さあ中華亭さんショーケースです。今回は中華と玉ねぎトッピング、もちろん油の量は大油でいっちゃいましょう。もう2回目なので見慣れましたが、普通に考えて大油ってワードすげえなーと思いながら待ってると、こちらが中華亭さんの中華大油玉ねぎトッピングです。よいよー。トッピングした玉ねぎの上から背脂がたっぷりかけられており、これぞまさに大油といったビジュアル。結局みんな油が好きなんでしょってことで、いただきます。ではまずスープから。ブーイ。背脂は粒が大きめでずしんと重心が低い飲み口で、煮干しの旨味や醤油感をまろやかに包み込みます。そこに玉ねぎの刺激が加わればジャンク感もプラスされ、カンフーラップを習得することも可能になります。さあお次は麺をリフトアップして、よっしゃスルージョリーン。麺は安定の高水縮れ太麺で、ドゥルンとしたすすり心地と力強い食感のインパクト強めな麺。スープとの絡みも良好で、もちろん食べ応えもあり、ここにも玉ねぎを絡めればナイスなアクセント。道場家事の全ては心じゃという先生の言葉を胸に、どんどんすすり背脂という名のガソリンを補給してゴールデンウィークまで頑張りたいと思います。さてここでチャーシューを発見。早速食らってみたいと思います。味しみしっかりで噛み応えもしっかりなノスタルジックチャーシューで、昔から変わらない味なんだろうなと少し感慨深くなります。メンマもバッチリ味がして非常にナイス&バンブーです。てな感じで周りのお客さんも大油にしている方が多く、常連さんに聞いてみると中華亭は大油っしょとのことでした。ツバメ系背脂煮干しラーメンを普段から食べている地元の人たちは、お店によって自分の好きな油の量があるようなので、今後も研究を続けていきたいです。というわけでいろいろ構想しているうちにすっかり終盤に差し掛かり、麺やスープはもちろんメンマや玉ねぎも余すことなく食べ進めていきます。やっぱりご当地ラーメンをご当地ですするのは最高だなと改めて思っていると、本日も完食です。大変美味しくすすれました。今後もまだまだ知らないご当地の名店を巡っていきたいです。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、中華亭さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。店内はやはり食堂のような雰囲気あり、地元のお客さんに愛されてる感がとても伝わってきました。土日なんかはね、家族連れのお客さんが行列を作ったりするとのことで、地域に根付いた老舗の人気店ぷりを垣間見ることができましたね。今回はね、平日だったんですんなり入店できたんですけど、注文したのは中華の大油に玉ねぎトッピングで、ツバメ系背脂煮干しラーメンとは切っても切り離せない玉ねぎを増してみました。中華亭さんのスープはまったりまろやかといった感じで、背脂の粒は大きめでデロンとしていて、まさに大脂といったコテコテな味わいでしたね。麺は安定の高水縮れ太麺で、しっかりと背脂煮干しスープをまとっていい色してましたね。玉ねぎを増したのでシゲキックスな味わいで、大脂のまったりまろやか背脂煮干しラーメンにしっかりとマッチするナイスなトッピングでした。同じご当地ラーメンでもそれぞれのお店にしっかりと個性があり、やはりね、食べ比べ、いや、すすり比べがね、非常に面白かったです。またこの燕市三条市あたりですすりに行きたいですね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ。中華亭さん、背脂三兄弟や。はい。どうものびーです。編集後期ということで、今回のお店は中華亭さんです。はい。すするのプチ新潟遠征、煮干し背脂煮干しラーメン2軒目ですね。はい。普通ね、旅行行ってご当地ラーメンその同じ種類の2軒行くことってあんまないかもしれないですけどね、まあ、ラーメン好きの人はてかまあ見てる人大体ラーメン好きと思うんですけどはするんですかね、こういうはしご。はいで今回玉ねぎトッピングなんでパラッパラッパのね玉ねぎ先生のネタを2回入れて、で一番最後になんか常連さんのねやっぱ大油っしょっていうスポーツ選手の CM みたいなさ阪神の上信の CM みたいな、まあこれ関西の人しか分かんないと思いますけど、ニーズをキャッチみたいな棒読み感のやつなんですけど、あれ偶然すするがそう呼んでくれたのでネタが一つ増えたっていうだけで、本来はね僕の構想にはなかったんですけど、こういうねこともたまにあるんです。すするの読み方次第でネタが生まれるということもありますんで、ぜひその辺も楽しみに。ズルズルとすするです。この度私すするついに念願のラーメン本を出版することになりました。イエーイ。私すする YouTube でラーメンの動画を配信し続けて7年目に突入してるんですけど、この7年間でも印象に残ったもう一度すすりたいと特に思ったお店を集めに集めたラーメン欲が高まる一冊となっておりますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは皆さん良きラーメンライフを。ごそれ。